ピットブルはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の歌手、ラッパーである。身長171センチメートル。本名はアルマンド・クリスティアングリアル・イスペレス。ミスター・ワールドワイドとしても知られる。他の歌手とフィーチャリングすることが多くなったため、エレクトリック、マイナスハウス、ヒップ、マイナスハウス、ダンスポップ系の曲も歌う。最近ではヒップホップとレゲトンの ミックススタイルの音楽プロデューサーとしても活動している。両親はキューバ人でマイアミで最もキューバ人が多く住むと言われるリトルハバーナ地区で育った移民2世。英語とスペイン語のバイリンガルでキューバの詩人ホセマルティとマイアミベースの影響を受けて育つ。エンジニアリングの高校に通っていた時から歌手としての才能を感じ何か目立つ音楽のジャンルをと ダーテラップを選んで曲を書き出した。歌い始めた時、ある人から歌っている様子がまるで犬のピットブルみたいだと言われたことからピットブルと名乗るようになった。その後、スヌープドッグ等のヒップホップに強く影響を受け、本格的に活動を開始。後に、プロデュースチームザディアズ・ブラザーズとの仕事を経て、その才能を人気ラッパーのディルジョンに認められ、 2002年に発売された彼のアルバムで歌手としてデビューする。2004年のデビューアルバム MIAMI でメジャーデビューを果たす。これが全米で50万枚以上をセールスし、ゴールドディスクを獲得するヒットを記録、一役スターへ。2004年8月24日に MIAMI でデビュー。全米アルバムチャートにて14位を記録。 セールス面でも50万枚以上を売り上げ、全米でゴールドディスクに輝く。2006年10月30日、セカンドアルバム、エル・マリエルをリリース。全米アルバムチャートにて17位を記録。2007年11月27日、サードアルバム、ザ・ボートリフトをリリース。全米アルバムチャートにて50位を記録。2011年のライブ2009年4月3日。 また、同映画のサウンドトラック CD にも収録されている。2009年9月1日、ホースアルバム、レボリューションをリリース。全米アルバムチャートにて、8位を記録。このアルバムから、I know you want me をはじめとする大ヒット曲が、多数生まれる。2010年11月2日、スペイン語アルバム、アルマンドをリリース。全米アルバムチャートにて、65位を記録。 収録曲、マルディとアルコールは、ゲームセインツロー、ザ・サードに使用されている。2011年6月17日、フィフスアルバム、プラネットピットをリリース。全米アルバムチャートにて、自身最高の初登場7位を記録した。また、世界各国でもチャート上位にランクインしている。このアルバムには、全米シングルチャート1位に輝いた大ヒット曲、Give Me e v e r Sing が収録されている。 2012年11月16日、6スアルバム、グローバルウォーミングをリリース。全米アルバムチャートにて、14位を記録。2011年、歌手のリンジー・ローハンに訴訟を起こされた。これは、彼のアルバム、プラネット・ピット収録のヒット曲、Give Me Everything の歌詞における、リンジー・ローハンみたいに刑務所入りだという一説を、リンジー側が不服としたもので、 彼女の弁護士側は、リンジー自身に回復不能な損害を与えるとし、この楽曲の放送禁止と損害をありがとうございます。